というセリフが普通でしたらね、私はテレビですというところがセリフですね。通常ですと、ものにを包むべきことは我は天人なるが、花に惹かれて浸りたい、匂いはここに。吉野天人ね、今回は天人揃いということでね、天人がたくさん出てまいります。してプラス2人、または4人になるんですね。まあ、4人だとちょうどおしてさんを入れて5人になるんでね、天武天皇が見たときに天武天皇に天人は5人おるということなんですけども、まあ、今回はあの国立の学堂さんは恥かかりが長いから、舞台の中はおして連れ2人で3人で待って、恥かかりも3人で、だから1人増えて6人なんですね。まあでも出会った天女さんが、話的には出会った天女さんが女の人がいるんですけど、 山深いところに、まあ、大きな女性がこんな山深いところに一人で花見に来るお供を持つですね。で、大きな女性が腰とか友のもので腰に乗ってお花見に来てんだったら分かるけれども、一人でそんなこんな山の奥まで一人で登ってきたんですか、あなたのような美しい方が。そんな豪華な衣装を着てて、そんなもう100メートルも歩いたことありませんみたいな雰囲気の人が、こんな山の奥までみたいな雰囲気なんですよね。ですんで、それでまあ、お話をしますと、いやいや私は天女なんですって、しばらくここでお待ちくださいって言って、天女の前を見せましょうって言って、天女が現れるっていうのが普通の筋立てなんですけども、この時に言葉が少し変わりましょう。私は実は天女なんですよという時にね、その天女がというセリフが普通でしたらね、私は天女ですというところがセリフですね。通常ですと、ものにを包むべきことは我は天になるが、花に惹かれて浸りたい、今宵はここに旅して新人のいたしたもならば、その古のお世間の前、お身の衣も袖を返し、月の刃を伊勢もさんって言うんですけれども、これが、その天人揃いの時に、まあ、前半ではその女の人は一人なんですけれどもね、今宵はここに旅して新人をいたしたもならば、我が友人を伴いつつ月の刃を伊勢もさんね、友人を伴いつつですから、まあ、だからね、天武天皇の時に降りてきた天女とは別の天女さんが来てて、あの時のあの5人を連れてきますよっていうふうにも捉えられるような気がしますね。そうすると6人で待っててもね、いいのかなと思います。で、この月の野流ということですけれども、これは羽衣なんかでも、ね、よくお話をされることですけれども、この天女はどこから来たのかという話でございます。羽衣という曲に、白英国営の天人の数を三語に分かって、一元ややの雨を飛べという言葉がございます。
白衣黒衣っていうのは白い衣を着た天人、黒衣は黒い衣を着た天人、それが数を3個、15人ずつ、30人前後でおりますよということですね。でそれが、月で満ち欠けの司る舞を舞っておりますということです。白が15人、黒が15人で、で舞を舞うのは15人って決まってまして、白い天女が15人で舞を舞っていると満月なわけですよね。その時は黒の天女は全員お休みですよね。でこれお休みの時に、綺麗なところが好きなんで、日本の松原行っちゃったり、吉野山で朝日が綺麗だなっていう時に、いろいろ綺麗なところに行っちゃうわけですよね。そういろいろ朝鮮の民話だと、クンガム山のね、金剛山の綺麗な水を飲みにね、金剛山に降り立っちゃったりするんですけれども、だから、朝鮮の方だと金剛山に降り立ったら、そこで鹿打ちじゃないんですけど、鹿を取るわけじゃないですけど、あっちの漁師さんですね、お魚の漁師さんじゃなくて、物を獣を取る方の漁師さんに、捕まっちゃうんですけれどもね、まあ、日本の場合は大体、魚の方の漁師さんですけど。で、その白い衣は自分で満月で、で白い人が一人、抜けたら、そこに黒が一人入って、また白が抜けたら黒が入って、だんだん黒が増えていくと、月が欠けていくように見えるよ、で、黒が全員15人で待っているときは新月ですよ、ほとんど見えないね。そういうお話なんですね。で、ですから、まあ、5人6人降りてきても月の満ち欠けには休みのね、15人仕事してて15人休みですから、6人ぐらいに地球に降りてきてても月の満ち欠けにはお休みの日だから問題ないわけですね。で、まあ、こういうふうに天女が、出てきて、そして舞いというお話でございますね。で今回は、やっぱり大変なのは舞を一緒に合わせるっていう2人で、舞を合わせるだけでも大変なんですけれども、全部で6人おりましてね。で結構こういう差し込みとか開きってみんなそれぞれの間があったりするんですね。だからこうただ何とか出ながら手をこう前に上げて、まあ、こういうねよくあるこういう。こういう打ち込みなんかこういうのでもみんな間が違うんですね。でもちろん五節の舞、五節の舞っていうのは天武天皇が降りてきた時には五人五様の舞があって言うんですけど、やっぱりあんまりみんなガチャ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 バラバラとお客様もね、気持ち悪いと思うので、まあ、合わせるように一生懸命やってるんですけど、まあ、そこがどこまでというところなんですね。それがまあお楽しみというか、やっぱりね一期一会でまた本番でどういう力が出るかはまだね、僕たちも一生懸命お稽古はしてきたんですけれども、一応決めるんですね。だから歌いは歌いで決めやすいんですけど、お囃子の前のところでね、おひゃーひゅーいっひひょうで足のつま先つけるよとか、ひゅーるおひゃーらーいほうほうひで前持ってくるとかね、いろいろ決めてるんですけど、やっぱりやってみると思ったより笛が早くて大変なんです。みんな慌てて一生懸命追いつくようにね、バタバタと。でそれを、まあ、普段は紋付きとか着物で稽古しますもんですから、これをまたお装束でつけた時にそのスピードで参るのかどうかとかってね、あと国立の学童さんの舞台で装束をつけてどのくらい、またここと広さが少し違ったりとかね、橋がかりがこれが斜めになってるんでね、また正面がどこかっていうのがまた難しいんですね、ここの大舞台とかね。そんなところがもう楽しむしかないんでしょうね。心配なんですけどね。お師匠さんは当日は天女儀っていうここに桜の花枝が書いてあるね、桜の立ち毛が書いてある扇で舞うんですけれども、他の連れは、桜の持ち枝で、ね、桜の枝ですね、でそれで舞わさせていただいて、ですので私もお持ちであるつもりでね、今日ね、マスクさせていただきたいと思います。Ooh.
すごい本当にこのぐらいで待ってるんですけど、ここで待ってる設定なので、ね、で今みたいに袖なんかもこう本当は長剣ってこれから無事しますけど、芝居はこう袖返したりしないんですけど、能の場合には袖を返すので、ああいうふうに今決め事でね、まあいい遊びで返せると褒美や B で離れかけると、こういうところが決めないとね、みんな面々でやったら6人が6人、みんなタイミングが違っちゃうんですけど、こういうことを、まあ、今回芸人揃えっていうことでね、押し手さんは別にそんなに気にしなくていいです。しては特別なので。